アホ。ああ安明、三浦大輔やらかしました。そろそろ気がつこう。負けるために安明に変えたと。天口変えた時点で想定内だった。また味しめて安明ミーニング。アホチン出してやおちょ。安明が小さく見えるな。ほれほれ、コツコツやらないとこういうことになる。言わんこっちゃない。こんなのに打たれて。昨日のベースボール山崎康明の一発病、岡本に打たれるならまだしも。だから言ったじゃねえか、ママ口変えたらこのざま。なんで変えたの？5回ならまだしも4回で。調子のいい浜口を下げた結果、さすが三浦、今年で契約満了なのはありがたい。秘宝安志明、早速一発やらかす。三浦ママ戦、ミスは忘れろ。ああ安明なんてそう何度も信用できるわけないだろ。アホか三浦、ママ口変えてすぐこれ。なんだこれ。三浦の勝負感のなさは異常だ。こんなに見事な裏目采配があるだろうか。三浦さん、ママ口を変えてくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。